ステップを、すると、パンを入れて、一塁になればなるほど、一瞬使いますね。どうも、こんにちは、空手家ボーイです。今回はなんと現在の新生 K-1 の礎を築いた K-1 ワールドマックスで正人選手と共に牽引し、元 ISKA 世界スーパーウェルター級王者で K-1 ワールドマックスジャパントーナメントを3度制したこともあるコーヒー瑠璃巻道場会長のコーヒー瑠璃巻高幸会長とコラボすることとなりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕のチャンネルを見るような純度の高いおじさんばっかりなんですけど説明は不要だと思うんですが、うん、よかったらちょっと簡単に自己紹介します。自己紹介、今日は僕 の, あのジムに来ていただいてて、で僕は K-1 を、ずっとあの正人選手と一緒にこう盛り上げて、やってきました。で今この道場東京の恵比寿でやってます。よろしくお願いします。あれですね、昨年オープンしたばっかりですよね。うん、そうなんですよ。めちゃくちゃ綺麗ですもんね。そうですね。これがどんな汚くなっていくのかな。いや、めちゃくちゃ素敵なジムなんで、もしあの近くにお住まいの方はぜひちょっと一回見学でも、あれですね、受け入れてますから、ね、はい、見学受け入れてると思うので、ぜひこちら来てみてください。今回実は僕グローブをはめた練習をほとんどしたことがなくて、過去にもコラボで、佐藤義弘選手 と、久保優太選手とのコラボの時はグローブつけてやらせていただいたんですけど、実はもう人生でまだ2回しかグローブをつけた練習をしたことがなくて、正直素人なので、ちょっとグローブをつけた練習を実際ちょっと普通に生徒にするみたいに指導していただいて、そのここをもっとこうした方がやらせた方がいいのをちょっと習っていきながらちょっとやらせていただければ。わかりました。やりましょう。じゃあお願いします。練習していきたいと思います。でとりあえず流して、はい、普通にやって、はい、その中で気づきながらね、あ、わかりました。って感じでいきますか。はい、はい、じゃあいきましょう。いいじゃないですか。やっぱ反射もいいし、ガードもいいし。てかもうなんかアッパーどう受ければいいか分かんなくて。ああ、そうですね。アッパーの場合は僕の場合は杖やりますよね。ああ、うん。今日やったのがジャブを打ちました。この時にこれやったんですけど、すぐガード戻るんで、すごいなと思って。いやでも一回なんかよく分かんなくて。その時はこう杖をしたりとか、アッパー来た時に杖したりとか。うん。もうそのままそう思う。でちょっと、距離が近いなと思って後ろ足も入れて、はい、入れて、すみません、すみません、
スレーの場合はこの肩と肩があったらこれ動かさずに、はい、これをまっすぐ、うん、これでつまらないように後ろ足を、うん、うまいですね、うんうん、そこからするとこれメイウェザーですよね。あメイウェザー食らいましたね。スレーをしたらこれを3回繰り返して、うんうん、これもメイウェザーですよね。あでこれがあるとジャローを打ってスレーしやすい。あボクシングはこうヒップホップってこう、こういう動きがダウンアップがあると思うんですけど、このリズムに乗ってこのダウンアップを早くやったりゆっくりやったりこれも早くやったりそんなことで使えてるんで、パン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 あ、あっさりあっさりあっさりせーのあー、そう、懐かしいあー、そうゆっくりするだけ、せーのうんうんうんこういうの足をこう来たんで、戻せばいいですね。あ、戻してもらあ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。あ、僕らの空手だと多分連続でこうすることってないんですよ。蹴りとかを一回避けちゃえば、次そんな早く次行かないで、もう戻すって次行けちゃうんですけど。あれパンツだとこう、おっさんすぐ次回る。で背が高い人ほど素手が使えるんで、はい、ボクシングの時も、はい、なんで今日こうミットやっててなんかどこ直そうかなと思って見てた時に、はい、ジャブ取りにこう入った時に一緒にこうやって引いてもらったその時にこれを癖つけると、はい、いかず来てもすぐに行けたりとかするので、ありますそのなんかそうですねこう結局空手の練習してるとこう、はい、打った後にすぐここがないんで反応が鈍いんですよ。そうそうでもあの空手家の中でもかなりこう K1 のリングに立ってもキックのリングに立ってもすぐ行けちゃいますね。いえそうです 100% 行きますねいきなりもうランカートップです。いえいえやばいですねこれは。何からまた気づいたっていうのかこれもうちょっとこうした方がいいんじゃない。僕アッパーの仕方も全然わかんないんですけど、そう特に思ったのは左のボディなんですよ。あ、はい、アッパーの場合はこう構えます、はいでこれゆっくりやると、はい、僕のあれですよ、はい、これをこうします、これ90度にします、はい、でこれを肘から出さないようにして、はい、ちょっとしゃがみます、うん、でここからストレートと一緒で、ね、あ、そうですね、そうですね、うん、でそこからちょっとしゃがみ出す、ね、ちょっと曲線しゃがみます、そこから上にポンって上げてやるしゃがみをした、せーの、オーケー上に下上にオッケーすごいねパンチなんでアッパーは下から上をでこれゆっくり1、2やると、まあ、もう相手いないんで、はい、あの一
一流になればなるほど一瞬一瞬来てますね。あ、最初にしゃがんで、上に、よいしゃ、上に、OK、ラスト2回しゃがんで、よいしゃ、これを一瞬しゃがんで、一瞬しゃがんで、せーの、OK、強いね、これ、せーの、よいしゃ、一瞬で、せーの、OK、やばい。ありがとうございます。なんか打ち応えがありました。すごいすごいすごい。このミット持ったら僕戦いたくないですね。僕のチャンネルのスパイやめときましょう。あでもそうですね、やっぱ全然ちょっと変えるだけで全然打ち方違いますね。僕は本当に素手でこうボディにやっぱ変わるんですけど、うんうん、やっぱグローブつけてこう顔の方に行くっていう印象は全くないので、うん、新鮮です。すごいですよ。こんな風なんだ、うん、初打ち後、はい、あとボディもちょっと逆ですか。あそうここ構えた時に、はい、このパンチがこう来ます、はい、そしたらこう返しますね、うん、この時にこの大事で、はい、これをピッと曲げます。そうそうするとでこれをこれ逆になってもいいです。あそうですそうですすいません。確かに多分これは、はいはい、構えて、この時にこう関節を折って、ここを90度にこれを鼻前に出すように、はい、どうしようもしてもらえない。 OK、 もう一回かわして、鼻出した、せーの、空手だから、うん、空手のあのボディ打ちが得意だと思うんですよ。見てた。だからちょっと違いますよね。そうですね。素だと全然違うんですよね。違うよね。これ多分素だったら相当痛いですけど、グローブだとインパクトなんで、その違いちょっとありますよね。うん。あと違いますか。アッパー倒しました。パス、持ち戻した。から、OK。そしたら、当てて止めます。せーの。ここから押してください。落とす。この上に構えて、じゃあここから押せる感じだ。あ、うん。ありました。押す。うん。この上に腹でいると思います。あ、うん。で、そう。はい。押した。そう。出すと。だから前に。そうそう。ちょっとこっちに出てみて。あ。前に正面に。あ。そういう意味ですね。あ、そうです。うん。OK、それで当てましょうか。はい、入りました。OK。よいしょ、おい。よいしょ、おい。ラスト。OK。これだね。まあ、そうですね。ボディそんな感じです。ああ、はい、空手とまたちょっと違うと思いますけど。そうですね。はい、空手もいろんな打ち方あるんですけど、うん、ここを出すイメージはないですね。ないです。自分とか地面の蹴って出すんですけど、ここを出すというよりは、うん、ここで運んでくるっていうですかね。体当たりなんですよ、僕結構。距離がある。ちょっとそれをちょっとね、僕のチャンネルでいっぱいあの受けてみたいんで、素手の方はいろんなチャンネル見たんですけど、もうね、一撃必殺だらけなんで、ありがとうございます。ちょっと僕のチャンネルはそれを、あちょっと、ちょっとそしたら、最後もう一回やりますか、ミット。あ、はい、もう一回パンチのミット、はい、で、はい。あ、お願いします。じゃあ、つけてみます。
ょう。パッ。はい。10秒。一瞬で多分世界取ります。いいです。一瞬取ります本当に。いやでも、はい、楽しいですね。やっぱ普段ない練習。ドキドキ。いや次僕が殺される番ですか。ありがとうございます。どうでしたね、やってみて。いや、やっぱちょっとやっぱこう思ったように教えていただいたやつとか言われて一回て失敗して次から直すっていう感じで、やっぱすぐはなかなかやっぱ対応できてなくて。まあ、でも。違いがあるのが面白いですちょっとしたことなんですけど、うん、全然違うっていう、うん、やっぱなんかあの素手とグローブだとそれこそなんか同情生と喋ってたんですけど、うん、なんかボール競技っていうだけで、うん、バレーと、うん、なんだろうバスケとか、うん、違うね、ぐらいな感覚の違う場所がやっぱりあったりして、うん、似てるんだけど違うみたいな、うん、ちなみにあの得意な攻撃って何なんですか、はい、体の中で。あ、現役の頃やっぱパンチと膝が得意です。パンチと膝、はい、今ではあれですね、パンツとひざも素手だからの技術が結構たくさんあるみたいな。でもあの攻撃をとか、はいはい、あの三日月、はい、あれっていうのはあまり試合で使わなかったですか。試合ではちょいちょいは使ったんですけど、うん、メインで、使い出したのは正直実は引退してからの方が、うん、そうなんですね、100人組手とかに向けてメインで使い出したんですけど、うん、現役の頃は最初の頃はよく使ってて一時ちょっと、うん、道場でずっと使ってるから頭になってくるんですよね、みんな。あ、その、あ、ボディして。で、一時期ドゥーロート使わない、うん、で、ある時からまた当たるから使い出すみたいな。え、あの三日月蹴りを、はい、こう教わったのって誰ですか。まあ、なんかあの、はい、正座して、はい、この足の指をとか、あれは、元々僕が、うん、やってて、うん、で、三日月蹴りをやり出した時に、うん、あ、これのおかげなんだって意識的にやり出した感じです。最初は無意識であれをやってて座ってて、あの高い椅子に、うん、あ、置きテーブルに座るときに、うん、あの方が楽だからって言ったんですけど、なんか、あ、これのおかげで自分柔らかいのかなって思って意識的にやりだしてめっちゃ柔らかくなったみたいな。指がくっつくんですよ確かにあれですね、そうそうそう、僕も三日月結構やって、はい、絶対指痛めるんですよね。あ、で僕が教えた選手たちもみんな指折ったりしてる。あの発想はね、初めてで、ね、今日まさかの YouTube の土井さん見て目覚めてきました。ありがとうございます。父が極真の、ね、はい、指導者だったんですか。指導者だった。指導者、はい、はい、しっかり、あ、紅茶が出たの初めて見るんですか。もうこれやばいんだ、見てたんですけど、はい、2回戦始まって急になんか周り変わったように見たんですけど、あ、そうですかね。あれって意識的に何か作戦でペアのペアを変えられたのか、はい、よし、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。この後は概要欄にある、
小日向会長のコヒチャンネルをクリックしてぜひ今回のコラボ動画を見ていただきたいんですが、コヒチャンネルではかつて のライバルだったマサト選手とのコラボだったりとか、東郷先生とか北川先生とか、そうですね、今話題の達人コラボもありますんで、ぜひそちらもご覧してみてください。日頃僕のチャンネルは誰でもすぐに再現可能な技術解説版、見れば 100% 強くなる動画が毎週金曜投稿しますので、最新の理論や技術を見逃したくない方はぜひ、いいねボタンとチャンネル登録して、空手家高血の、YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっす、おっす、ありがとうございました。どうもありがとうございました。